髪の毛を引き出すとき、このまま表面の部分だけ引っ張ってませんか？それだとうまくいかないんです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は引き出し方のテクニックをご紹介します。結構ね、この部分って本当に難しくて、皆さんね、動画だったりとかコメントよくいただくんですけど、本当うまくできないっていう方ってやっぱ多いと思います。で、やっぱり練習がぶっちゃけたら必要です。なので、この動画を見ていただいて、普段ね、引き出してる時って多分大体こういう風に、表面の毛束を引き出してる方って結構多いかなと思うんですけど、今回のテクニックっていうのは、僕ら美容師サイドが引き出す時にちょっと気をつけてることだったりとか、この部分を引き出すとよりこの引き出したところが立体的に見えるよっていうことを、ご紹介していきたいと思いますので、ただ本当にやること、覚えることは結構単純なので、このやり方を覚えていただいて練習していただいて、できるようになると、このアレンジがよりねレベルアップできるかなと思いますので、ぜひね皆さんこの方法を覚えてみてください。それでは早速動画をどうぞ。通常のやり方やっていきます。多分皆さんもそうなんですけど、この引き出す時に表面の部分をこうやって引き出してると思います。この本当に髪の毛表面の部分を、これでも全然綺麗にね引き出せればいいんですけど、なんかこう崩れてるような感じに見えたりとか、なんか形がうまく綺麗に決まらないっていう方も多いかなと思います。で、次に美容師がやってるやり方、裏技テクニックをご紹介します。まずね、ブラシで溶かします。このブラシで溶かすのがすごく重要で、これがしっかりと根元の部分から綺麗に溶けてないと、引き出した時に形があんまり綺麗に見えなかったりとか、パサついて見えたりもするので、まずね、最初のこの溶かしはめちゃくちゃ重要になります。なので、この結ぶ位置、例えば今回だったら、まあ耳の少し下あたりぐらいでまとめて結ぶのであれば、この部分に向かって綺麗に溶かしておく。これがすごく重要になってきますので、しっかりと溶かした状態でゴムで結んでいきます。これがしっかりとできてないと引き出しが本当に綺麗に見えないので、まずこれはちょっと時間かけてもいいのでやるようにしてください。じゃあ美容師がやってるテクニックをご紹介するんですけど、普通に表面でこう引き出したりも全然するんですけど、テクニック的には表面の部分をこのまま出すのではなくて、ここを出したければ指でちょっとこう髪の毛と髪の毛を開いて、でこの真ん中の毛を引き出して出す、こんなイメージでやっていきます。なので、まあ表面のこの辺の部分をやりたければ、ちょっとね開いて髪の毛をちょっと分けた状態で中の髪の毛を引き出す、こんな感じで出します。で、出す毛束とかはだいたいまあ5ミリ束ぐらいですかね。このぐらい、こういう風に出すとどうなるかというと、ちょっとねこう出したところが少し立体的になります。普通にこのまま引き出しても全然いいんですけど、なんか平面の状態で広がってくるような感じなので、少しねこう崩れたような感じの印象になる方も多いかなと思うんですけど、美容師がやってる方法っていうのは、こう中を開いて出していくんで、より立体的に凹凸を出すような引き出し方をやってます。なので、そういう風にやってあげると少しねこなれ感というか、そういう雰囲気になりがちに見えますので、引き出すのって結構難しいと思うんですけど、こうやるときに少しこう中を開いて、この中の内側の髪の毛をこう引き出すようなイメージでやってあげると、結構ね立体的に見えるかなと思います。特に顔周りの部分とかも、この辺こう引き出す方も結構多いかなと思うんですけど、引き出したときにそのまま
表面の部分だけやってると結構崩れたように結構見えたりとか、あの形が綺麗に見えなかったりもするので、このサイドの部分とかも中をちょっとこう開いた状態で髪の毛を前に向かって、斜め前に向かって引き出した、ここもちょっと開いて中の髪の毛を引き出す、前に向かって、こういう風にするとより立体的に見えるので、こういう感じですね。ちょっと立体的に見えません？こんな感じのテクニックを美容師は使ってます。はい、ということでこんな感じでご紹介しました。本当にちょっとざっくりで申し訳ないんですけれども、あのポイントとしてはこの本当に髪の毛をこう指で開いて中の髪の毛を引き出す、こんな感じのイメージです。あの本当にあの内側の内側じゃなくてもいいので、ちょっとこう開いて出してあげる、本当それだけで一本がすごく際立ちますし、あの立体的により見えます。まあ練習はもちろん必要なんですけど、これがね、これのテクニックをやっぱり習得すると、まあ美容師さんみたいな感じでね、引き出しが上手になるかなと思いますので、ぜひ皆さんこの方法ね、練習必要なんですけど、ぜひ覚えてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。